パートさん、今回は第3回ということなんですが、今回はどの選手についてお話しいただきますか。まあ1回目2回目は藤村さんの兄弟のお話でさせてもらったけど、まあその時代から今度は一世代下という感じで、吉田さんと村山さん、この二人の関係のところのいろんな逸話を喋、らせてもらおうかなと。だからちょうどね、吉田さんと村山さんが昭和43年わしが初めてプロに入ったその年っていうのは現役最後の年じゃなかったかなと思う。その次の年に後藤次男さん、この方が監督になって、このお二人さんがプレインコーチ、こういう立場になって、というのはその時のわしの昭和44年っていうのは鶴岡さん、南海の監督、この方がタイガースのフロントを総入れ替えしてくれと、そうすればタイガースの監督をやるという、そういうふうなことが出たわけな。タイガースをしたらもう絶対ノーやわね。でそれで誰が監督になるか、でその時に吉田か村山かというふうな話にもなったわけ。ところがお互いにまだ現役やというふうなことでなったのが後藤さんだったわけ。その後藤さんが監督になった時に二人とも同時にプレインコーチだから、わし自身が2年間現役としても一緒にやらせてもらったし、まず現役の吉田芳雄一緒にノック受けたんや。肌身でプロ野球のショートってすごいんやろなって、わしなんか高校の時はピッチャーしとったから内野手なんかしたことない。ところがプロ入ってきた時にスカウトの川西さんという方が、お前は体小さいし手も小さいからピッチャーがあかんと、内野手でやれよ。いや川西さん、わし内野なんかしたことありませんよ。いからそんなも心配いらん、ジャイアンツのお前連中見てみ、土井でも高田でもなあ、あそこのある黒江でもみんな身長お前と同じのもんやないかい。いや身長同じもんやけど、そんなものが違いますやん。生当たり前やないかい、お前これから努力したらいいやないかい。なピッチャーやるよりも内野手やれ、お前のその足と肩これを生かせ、そしたら自然とバッティングもレベル上がってくる、体の大きさ違うから内野でやれ。これで内野やって初めてその吉田さんのノックを一緒に受けた、一本受けただけで、まあ、とってもじゃねえけど、この方の吉田さんのワンプレーと、わしこれから1万本ノック受けようが10万本受けようがこれ吉田さんに勝てへんわ。ほんでその間にもう一人先輩がいたんや、それが藤田平さんや。その藤田さんが、平さんがちょうど2年目の時で、その吉田さんを追い抜こうかという時やって、吉田さん平さんこの中に一緒に草焼きの兄ちゃんが入っとるのと一緒やねん。まあ一本あの人らの受け取るそのプレーの流れを見た瞬間に、プロ野球って何やろ、もうとてもじゃねえけどこんなとこでわし生きられへんわと、それぐらいレベルの違いというものを感じた。プロ野球の技術というものはこれだけ違うもんかと思った。まあそういうことを目の当たりに感じながら、吉田芳雄のそのプレーを一つ一つそこから学ばしてもらった。これである時に2軍戦で、当時なんてのは選手は2軍おらんかったから、この草焼きの兄ちゃんがショートのレギュラーや、ショートゴロ飛んでくるやん、三遊間ぐらい飛んでくると、たまにはグラブ入るわけや。そっから今度ファーストまで生投げんのにスタンドに放り込むんや。それぐらい下手くそやって、それを村山さんがマウンドで立っとる時、あのマウンドで投げてる時に、とってもじゃないけど私はそういう場には立てないよ一緒には。だから2軍の場で、その後古澤健二いうピッチャーが同じ2軍やって、その時にショートゴロを打たして
ショートゴロでアウトをたまに取ればピッチャーにとったらファインプレーしてもらった以上、そういうふうなショートやねん。だからおらんのと一緒やねん。そういうやつがあの吉田さんのプレー、平さんのプレーを見ながら、あ、無理やな。だけど吉田さんがその時に、おい、今晩暇やったらちょっと家来い言って家に招待されて、でいろんな昔の話をされて、でその時にグラブやるわって吉田さんが練習で使ってたグラブをいただいて、これでそのグラブで練習しとったけど、とてもじゃないけどレベルが違いすぎて、せっかくのいいグラブがボロボロにまたなるねん。それでもね、その時に吉田さんの練習の仕方とか、そういうの本人の口からも教えていただいたけど、その時教えてもらったのがね、甲子園の今の園芸の当時のおっちゃんたち、あの時に、おい川、吉田の昔のな練習の仕方教えたるわ、室内行け、室内にトタンあるやろ、あれをな壁に当てて跳ね返って取る手前ぐらいにトタン置いとるんや。それを吉田は常にやって練習って、イレギュラーの練習やん。普通だったら普通の球のイレギュラーは、あ、仕方ないなって済ますよ。ところが吉田さんはどんな状況に入ろうとも、プロはエラーしたらいかん、イレギュラーでもそれを取るのがプロなんや、常にそう思ってやっとったわけで、常にボールはとにかく離さない、もう取ったら投げ、取ったら投げちゅうの、もうだから寝ながらでもボールとグラブ、これを天井に向かってボール投げて、こういうことばっかりやっとった。で今度村山さんや、村山さんの練習の仕方で、その時同じように小山さんという方もおられて、この2人のまた練習の仕方は全然違う。甲子園のアルプスで何段あると思うんやって、確か47段、これをどういうふうな、今はうさぎ跳びしたらあかんとか言うけど、当時はそんな2段跳びとか背負って上がるとか、そういうやり方はもうみんな個人でやっとんねん。だから小山なんかも絶対に一旦グラウンドに出たら腰は下ろさない、ポールからポールをつねば走って走って走って、これで練習開始という時までもう会長層を言うて同じスピードで、そういうふうにしてグラウンドにはケツは下ろさないという、そういうやり方してる。だからそういうようなことを裏方の園芸のおっちゃんたちから教わって、でそれを吉田さんに、吉田さんが、私ちょっとこういうとこから話聞いたんやけど、そうやったんですか、言ったら、ああそんな話なんかどうでもいい話や、当たり前のことやねんかい、この人らにとったら当たり前のことが、わしにとったらとんでもないことばっかり、だからそういうところで先輩たちのやってきとる、またやってきたものって何かっていうことを考えろ、だからお前みたいな二軍のやつはな、まだまだ足元に及ばんの当たり前や、だから一人で練習やっとっても球場の裏方の園芸のおっちゃんたちが、川邪魔や、もう早く帰ってねえ、その方がお前にとって楽や、わしらも今から一軍のゲームのためにお前グラウンドきれいにせなあかんねん、お前そんなとこでお前しょうもない練習するんやったらもう邪魔でしゃあない、もうこんなふうなやり方や。それでもやっぱりいろんな昔の話を聞かせてもらえる言ってよね、それを自分なりにどうしようか言って、吉田さんとの関係中のやっぱり同じ内野手やったし、ショートでの大先輩やったし、それともう一つはそういう時に、かは阪神タイガースのショートは今藤田平がわしの後を狙ってやってきとるわな、平じゃない、お前は取れるって言うわけ、なんちゅう言い方するかなと思って、わしなんかお前平さんが一本ノック受け取るその姿見て、こんなん何十万本受けても越せない、そう分かってんのに、なんで平さんよりわしやって言うの、
かしいなと思っておって、というのはそこから後から分かったんだけど、やっぱり負けず嫌いぜ。人に負けるっちゅうことはもう大嫌いな人やから、平らに負けるぐらいやったらわしの名前出しとった方がそこでまあちょっと落ち着くんじゃねえかな、そういうふうな感じでわしに言ったんじゃねえかなと思って、普通に考えたって平さんとわしと比べたら問題にならんちゅうのは誰が見たって分かるわけ。だけど吉田さんのそういう内面的な負けず嫌いの部分がそういうところにも出たんじゃないかなと思って、まあありがたいことにそういうふうなことでもまあわしをそんなふうに見ていただいたっていうのは、グラブもおいこれ持って練習せって言われたそのことにも現れたんじゃないかなと思って、その時は素直にうわやっぱいい先輩やなと思ったんや。ほんで守備はグラブで取るんじゃない、手で取るんじゃない、足で取るんやっていうふうなことを盛んに言われとって、そのことは初めのうちは分からない、何言うとんかやなと思う、取るの提案かグラブで取るんやどうすんねんって、足で取るって足どうして足で取るんかって、その意味はそこからあと分かってきたけど、まあその守備範囲足の動きだからさばきあらゆるものがもう桁外れ、もう取ったらもう投げとんやから、それって何かなと思う、そこに足のさばき足運びがイコールで下半身主導じゃないとやっぱりダメだということが後がどん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 分かってくる、とってもじゃないけどわしなんかそこまでもいかんかった、だけど本当にレギュラーあれだけの今牛若丸と言われたその吉田芳雄のプレーチームはタイガースの歴史の中でやっぱ一番じゃないかなと思う、未だに一番です、やっぱり未だに一緒にやってるもん、その後平さんのプレーも見てるよ、だから1番吉田さん2番平さん、そっからしばらく置いてやれ平田や藤谷和田やっていろんな選手たちの名前が出てきてる、だから歴代のタイガースのショートというのは本当にやっぱり上手い人ばっかり、でも吉田さんと平さんは別格、それぐらいタイガースのショートというものはもう12球団でもトップ争い、だから当時の吉田さんのライバル広岡さんジャイアンツのね、吉田さんのプレーと広岡さんのプレーとまた全然ちゃうからね、これってもやっぱり昔のそういうふうなファンの方々だから専門家の方々が吉田のプレー広岡のプレーって言うて評論いうか評価するときに吉田以上はいないだろうなというのが大体通り相場やったね、よくあの芸術だという表現されますもんね、うん、だからそれはもうさっき言ったように取るのが早いか投げるのが早いかという、それと送球が正確、ああいうなんちゅうのはそんな半端なもんじゃできないと思う、これでって体が大きいわけでもない、今のジャイアンツの坂本のようなそういうようなもんと全然違うから、スピード感ももう小股でタタタタイっても投げとる、いまだにあのプレーちゅうのは本当に残ってる、100万本受けた中でやし1本でもいいからああいうプレーしてみたいなと思った時はあった、でもこういうふうなやつは無理だから常時ベンチに成り下がったわけ、だからちょうどあの頃に、タイガースが村山か吉田かこの2人が一番のタイガースの中でのスターや、でその中でも一番人気あったのは村山さんや、もうあのマウンドがもう全て村山美濃のためにあるというような姿で、どうやはね、だからザトペックっていうのは機関車やろ、だからわしはそういうふうにして聞いてきたから、ほんまに動く機関車がもうグッ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 こう越えてやっとるような姿に映ったし、またファンもそういうふうにして村山さんを見たんじゃないかなと思う、でかたや吉田さんは吉田さんで決して正じゃないんよ、正じゃないけどあの動き、村山さんの姿と
吉田さんの姿というのは道と性というような形で見れば、まあ、性だった。だけど当時いろんな意味で競争意識というものが、ことを悪くすれば派閥という、そういうふうな目線で見られたことも事実というのは、村山さんは言ったように親分肌で何でもあれ来いでみんな面倒見るという、そういう姿。吉田さんは自分のプレーというものを自信持って、このプレーで俺はタイガースをピッチャー陣をみんな助けてるんだよという自負がある。だからそこらで、まあ内野手の頭とエースとの考え方の相違が出て、だから三振、俺はバッターは俺の球で三振アウト取るんだ、吉田さんは俺のプレーで村は俺のおかげでお前勝ち星あげとるやねえかという、簡単な言い方すればそういうぐらいのお互いの自負や。だからそういうところに両方とのスターがトップやったら、そこからあとピラミッドできるわね。古文集が誰になんねんとか言うて、だそれはわしは入ったばっかりやから分かれへんわね。ところがちょうどわし2年目の時かな、初めて東京遠征一軍でついていって、でその時に、ね、石床というドラフト制度ができて1回目のドラ1のピッチャーだって、でその人が初勝利を挙げて、でその晩ゲーム終わってからある先輩が、おい川今晩なんか予定あるか、こんな初めて東京行ったの予定も何もありませんよ、言ったら、おそうか、おいじゃあちょっとわしについてこい、ここでそのまま確か六本木やったと思う、で地下へ降りて行って、そしたら、おかわ今ここに村山さんおられるから、お前村さんの横行け、行く、ちょっと待ってください、何すかこれ、野球石床がお前初勝利あげたからみんなでこれ祝ってやるんや、ああそうなんですか、だけどわし村山さんの横なんか行けるわけないじゃないですか、先輩行ってください、お前はごちゃごちゃ言うな、言うとるうちに村さんが、おい川来い、わしの横座れ、何やろうなと思って、これで分かりましたってはい言うて村さんの横座って、ほんでまあ飲み始めて、お今日は石床よかったぞ言うて、みんなでああよかったなってみんなでこうしてプロ野球って一人のやっぱり活躍を祝ってもらえるといいやと思って、でそう思って普通に思っとったら村さんが、おい川お前最近吉田によう可愛がってもらっとるらしいやないか、言うから、なんすかそれ、ちゃうんか、言うから、いやいや可愛がってもらっとるかどうかわしには分かりませんけど、いやこの前も家に呼ばれて腕グラブもいただきました、言うから、やないかお前可愛がってもらっとんやないか、言うて、とか何を言いたいんかなと思って、そんでさっぱり分からんかった。ほんで後からその先輩に、おい川お前吉田ばっかじゃのうて村さんにも近づけ、え何すかそれ、いやお前村さんはお前面倒見のいい男やないかい、お前みたいな性格のお前人間好きなはずや、だからお前村さん村さん言うて行け、なんかこうわしが思っとるような感じでちゃうなと思って、これからしばらくしたらそこで初めて派閥というものが分かってきて、あ周りで言うとる派閥ってこれかいなと思って、わしなんかそんなん全然興味あらへんし、でまさか村山さんが、あの天下の村山実が高校でのわしみたいな1年2年の18、19のガキ相手にそんなこと言うこともないし思われることもないと思っとったから、全然眼中そのわしなんか頭になかった。それを先輩たちが、何を考えたこの人だと思って、わしは野球やっとんちゃうんかいなと思ったら、野球とはまるで縁のないところでの派閥、ああこんな実際問題あるんじゃと思って、だけどわしはこんないちいち入っとる暇あったら、それこそボールを追いかけた方がよっぽどいいし、バット振った方がいいわ、だからもう一切そういう話の中には入らない。でそこからあと村さんが監督にも次の年になり、でそういう時に村山さん
とのこの下橋の現役時代の思い出っていうのは本当にやっぱりいい思い出はなかった。というのはそういうふうな若い時にもうインとされたわけや。これだけの人がこういうふうなつまらん考えをされとんかなと思って、だからその思いが強かったから監督になられてもなんとなくさっと入っていけなかった。だけどそういう時にやっぱり人間っておかしいもんね。本当にあどん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 意見の食い違いが出てきて、ほんでわし、2年目の時に夏場以降内野からも外野へ、後藤さんがお前は内野でちょこまかするよりもお前の足と肩を生かせ、その方がお前にとってはプラスになる。でわしももう吉田さんと平さんのプレー見とる限り絶対無理やと思っとったから、もう渡りに船やって、分かりましたって外野やって、そしたら2年目の後半一軍でも結構な数字残せたやん。で3年目にわし絶対レギュラー取るといって自分なりに図面を変えとって、そしたら3年目に村山さんが監督になられて、で及川お前この外野陣の中じゃ無理やからもう一遍内野に入れ。内野ですか、これお前こんなもんお前のバッティングでお前こんなもんお前外野なんかもレギュラー取れるわけねえねえか。カークランド、藤井英二さん、俺と、ね、山尾さんとか、池田さんとか若いその時だからとってもじゃねえけどお前みたいなもの外野に割り込む余地はない、だから内野でやれ。はあ、いやいや、待って困ったなぁと思いながらもやっぱしゃあないから、や、内野帰って。ほんなら当然、一軍の出番なんてあらへんわな。で、そうこうしとるうちに、前半終わったわけ。で、オールスター休みに入って、で、当然一軍一回も呼びないし、このままやったらもうとてもじゃねえけど、終わってまうなと思うから。よし。外野はやっぱり自分で動こうと思って。ほんで外野の練習始めた。そしたらその時に村山さんにまた、お前最近外野、外野の練習勝手なことしてやっとるらしいやないかい。ポジション決めるのはわしじゃ。なんでわしの言うこと聞かへんのやろか。監督決めるかもしれませんけど、わしは内野は無理です。とってもじゃねえけど、わしのこの性格、雑なプレー、あらゆることを考えたら、わし内野じゃ飯食えませんか。お前は何を偉そうに言うとんや。な、外野やったら食えるんかい。このメンバー見てみんか。いや、メンバー見ようが何しようが、わしは生きるのは外野しかありません。だからわしは外野で行きますよ、と。ポジション決めるのわしじゃって怒られて、何言うとんじゃと思ったけど、ほやけどわしはもう、監督、わし外野でやりますよ、と。ああ、な、勝手にせえ。で結局その年一回も一軍の出番なかった。ほれから向こうの野郎見とけ。その代わりにその時の同じような若いメンバー若手の連中が監督に一軍に上げられたら監督はみんな水に切ってよしお前バット買ってこいってみんなに与えるわけ。だからそういうふうないい面というかやっぱりそうして何でも好きに用具として使えいうそういうふうなことっていうのは吉田さんにはないとこやった。だからそれで村山さんの下で若い連中がやっぱり監督はちゃうなという感じでみんなそっち行くけど、わしは一旦もうそういうふうにはもう思い出したらもうダメやし、で監督の顔色見とってもしゃあないし、で、わしは決めたんやから、外野やるって。こんなもん使われなくたって知るかいと思って。ただ、わしはクビにならない限りは、見とけと思っとったから。な、4年目になった時に、村山さんがまだ、プレイングマネージャーから、もう、自分の現役を卒業して、監督一本になろうとしたんや。そしたら、その時、ヘッドコーチの金田さんとの、関係がややこしくなって、
でシーズンの途中で村山さんが監督を退任したわけだから、そういう流れからしばらく村山さんとの関係が OB 対一選手やって、その一選手がだんだんと、まあ、ベテランの域に達してきて、なんだかんだ言いながらも長生きしとるような年になって、これで毎年オフになる、シーズンの終わり頃になってきたら、タイガースのスター選手のと首脳陣との圧力がどん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 毎年のように出てきて、これだから江夏が追い出され、田淵が追い出され、で平さんも辞め際がややこしくなる。でそういう時に、わしのちょうど19年目の時に、それまでにいろんな契約更改で揉めてきたことが、もう最後19年目でもう蹴りつけようとなった、その年の最後のゲームの時に、で村山さんがちょうど放送席でそのゲームを解説するんで上がってこられた。でわしはロッカーからベンチに入る時に階段ですれ違って、川分かったやろ、分かりました、何の話か言うたら、タイガースがフロントが長年貢献した選手とかスター選手との最後の圧力というものが、村山さんなんかもそうして現役の時も、まあ引退試合もされていろんな経験されたと思うんだけど、あの監督交代劇の時でもいろんな気に入らん、面白くない辞め方をされとったから、でわし自身も最後の方がいろんなことでこう球団と揉めて、当時の監督、その時吉田さんやんか、だからそういう風な、まあ、流れもあって、あの一言というものは即分かったやろうから、分かりましたよ。だから村さんの今までわしとの関係もその一言でなるほどなというふうな、結論というかね、だから今まで大っ嫌いって思っとった村山さんはそうでないんや、皆その時の立場というもので、人間って自分中心な考え方をしてしまうから、やっぱり相手の本当の気持ちって分からんはずやと、ましてわしなのその時若いんやから、そういう面でわがままな自分というものがどん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 先に出て、この野郎というふうな勝手な思いばっかりが勝ったんじゃないかなと。だから吉田さんに対しても、吉田さんの1回目の監督、2回目の監督、まあ、その時でも、もし1回目の監督なんか、何が吉田じゃっていうふうな、前にも藤村さんの弟さんの時に話した2軍に落とされた、その時が1回目の吉田さんの監督、何やかんしたわしは落とされないからねやと思って、だから現役辞めたあと、まさか村さんと一緒に解説と思えへん、だから人の縁っておかしいもんやなと思って、で村さんともタイガースのいろんな話をまた村さんからも聞いたし、わしからもそういうふうな時代という時のタイガースという話をね、そういうこともさせてもらいましたしね、吉田村山あの二人っていうのは入った時からのそういう縁というものを最後までやっぱり感じたんじゃないかな。だから村さんが若くして亡くなったんだから、あの時でも本当に正直言ってショック受けた。ほんで村さんの死に顔をあのお参りに行かしてもらって、でその時に家族の方に、あ、川藤さんちょっとお父さんの顔見てやってって言って、その時に見た時に、もうなんでこんな早く行くんだろうなという、そういうふうなことも感じたし、でまたや片やあの吉田さんというのは、まあ本当に元気バリバリだろう、
あ、すごいわと思って、だから吉田村山、この、まあ、派閥じゃないんだけど、この2人って両方とも変な意味なくなってからでもやっぱり最後の最後、伝説としていいにつけ悪いにつけ派閥という、そういうな点からいけば典型的な派閥の姿じゃないかなと思うわ。その2人に関わってきた自分というものは、なんかこういう話をさせてもらってる時に不思議やなと思う。だから藤村兄弟といい、この吉田さん村山さんの2人といい、タイガースの歴史の中でまあ10年単位ぐらいのとこでの時代の流れというものを感じるような時じゃないかなと思いますね。最後引退された時が吉田監督の時、そうですよね、うん、で川藤さん の, あの野球人生の中で唯一優勝した年の、そう吉田さん、うん、だから1回目のね監督の時に何が監督や言うて、結構吉田さんに対してはもう反発しかなかったわけ。それこそ村山さんに対しての反発も一緒やん。わしはその頃には監督誰でも反発しとったわけ。だから19年で10代の監督に仕えたんだから、平均すら2年と持ってないわけ。これからこんなわけのわからんのができてきたんかもしれないよ。でもその村山さんにしても吉田さんにしても、そういうふうなどっかで腹立てながら喧嘩しながらでも最後収まるとこはありがとうございました言うて収まっとるわけやから、人って分かんねえなと思うわけ。人の縁、人の流れってこんなもんかなと思って、考え方によったらまだまだいろんな話は出てくるだろうけど、とりあえず今、うん、このお二人の歴史というのがやっぱりわしのタイガースでの歴史で、また藤村さんのと違う形での影響を受けた二人じゃないかなですかね。またこのシリーズを続けていく中で、うん、再度またこの二人についてはその中に、はい、まあ楽しいお方がもう一人おりますので、はい、その人をいっぺん入れて歴史をちょっと学ばしてもらおうかなと思ってます。皆様チャンネル登録頼むね。頑張れ慎太郎。